石3 0 0 0千5 1 0 2石 8000K8027 太平洋石炭販売輸送地人駅の三橋にて取り下ろし中の石6000系。車体下部の扉が外側に開き、石炭が排出される石炭車とは、石炭輸送のための専用化車である。日本国有鉄道が用いていた記号は、瀬発破車の一種であり、基本的には、 ホッパしと同じ構造をしているが、大量に使用していたこと。積み荷の石炭の比重が、ホッパしが主に扱う採石に比べ小さいこと、そしてホッパしよりも先に開発されたことなどから、管理上、ホッパしとは別格に位置づけられていた。土色は黒色に塗られている。なお、ホッパしとの違いとしては、 積み荷の設計比重が異なるため石炭車の方が積み荷体積が大きく取れるように設計されており、またそれに伴う重心の上昇に対応した設計になっている点が挙げられる。また、九州地区と北海道地区では車両構造が大きく異なっていることも特色と言えよう。これは北海道は大規模な運搬をしているのに、狂気で寒冷な気候のため、底開き式では、 開口部が十分取れず、また下部に開口部があると凍結で詰まる原因になることから、欧州の一部で見られた川開き式の車両を大型ボギー車にしたもので、ボギー車で側面から排出を行い、海外の石炭車にもそのまま同じものは見当たらない、独自色の強いものになっている。それに対し、運搬規模が比較的小さい九州は、ドイツ系を手本に、 九州地区では二軸車で車両を中心部の底面から排出する車両を使用し、石炭車から排出を行う施設も大きく異なり、石炭産業終焉までその施設を使用していたためである。九州北部や北海道などで石炭が採掘されていた時代には、蒸気機関車が石炭車を何十両も牽引し、炭鉱から港へと石炭を輸送していた。 石炭産業縮小の影響を受けて、数を大幅に減らしながらも一部の石炭車は、日本貨物鉄道に引き継がれたが、現在は使われていない。ミネセンや北九州では、石炭車のまま石灰石輸送に転用された。九州で、石灰石輸送で転属してくる以前にもボギー車は、転属してきており、入線可能な路線でに軸車と混結されていたのは、 積3000形式で 65km 制限指定車であった。少なくとも、締め炭鉱では積3000形式を混用していたのが確認済みである。本来北海道用の積6000系、積8000型がほとんど無改造で使用されたほか、北九州では余剰のセラに蓋を追加して転用した。JR で最後に残った石炭車はミーネセンで、 石灰石輸送に使われていた石6000系、石8000系であった。太平洋石炭販売輸送北海道釧路市にある太平洋石炭販売輸送では、釧路コールマインで採掘された石炭を自社保有の石炭車で港まで輸送していた。日本国内で最後まで残存した炭鉱鉄道だったが、石炭産出量の減少に伴い2019年3月を、 もって、廃止となった。太平洋セメント、熊谷工場、鶴見線大木町駅、秩父鉄道3、が、尻駅間で、補機1万系貨車を使用して行われている。これは、燃料用の輸入炭を、大木町駅に専用線が接続している、三井不当から、3が尻駅に専用線が接続している、太平洋セメント熊谷工場へ輸送するもので、 毎日一本運行されている。2020年3月14日をもって廃止となり、日本国内から鉄道による石炭輸送が完全に消滅した。二軸車は九州北部の山端地で用いられた。ボギー車は北海道と九州北部の山端地で用いられた。北海道や九州の山端地では、 炭鉱所有企業が炭鉱と国鉄線を結ぶ鉄道を引くことが一般的であった。距離が短い場合は専用側線とした場合もあるが、多くの炭鉱では国鉄線と炭鉱の間に距離があり、専用鉄道として独立した鉄道として運営されていた。このような炭鉱の石炭輸送を目的とした専用鉄道、地方鉄道、炭鉱鉄道と呼ぶことがある。 製品出荷に使用する石炭車は国鉄の車両を使用したが一部の鉄道では自社船内で完結する石炭輸送用に独自の石炭車を持つ場合もあった太平洋石炭販売輸送の石6000経過車では珍しい伝説構造を持つ機関は九州も同じ 1067mm だが1両あたりの容量が 圧倒的に違うので相対的に開口部が小さいことになる。よく北海道の石炭車はアメリカ式と言われるが、アメリカにはこのような石炭車はあまりない。石炭車は炭鉱から積み出し試行管などの大量輸送用の貨車であるため、小口の輸送には無害車が使用された。また、 中小炭鉱にはもっぱら家庭用燃料としての石炭を生産していたところもあり、このような炭鉱では無害者による出荷が中心だった。吉岡新平、RM ライブラリー151無害発破者のすべて、猫パブリッシング、2012年、ISBN 978から4から777053223、P6 から7。ありがとうございます。